ジュリー社長の退任と金プリ分裂の闇、ファンの悲しみと未来への希望、尊敬する読者の皆様、ジャニーズ事務所における大きな変革が迫っています。長年のアイドルグループ、キングプリンス、金プリのファンであるあなたにとって、この記事はまさに重要な情報を提供するものでしょう。 ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の過去の課題問題が浮上し、それに伴い、藤島ジュリー稽子社長の退任が濃厚とされています。この退任が金プリにどのような影響を与えるのか、そしてファンの心情はどうなっているのか、本記事で詳しく探っていきましょう。ジャニー氏の課題問題。まず、ジャニーズ事務所の根幹に関わる問題から始めましょう。 ジャニー氏は長い間、ジャニーズ JR メンバーに対する加害行為を行っていたことが明らかになりました。この報告に対して、ジャニーズ事務所は再発防止特別チームを設置し、問題の調査を行いました。その結果、ジャニー氏の加害行為は認められ、藤島ジュリー恵子社長の辞任を促す声が高まっています。金プリの分裂。 こうした背景の中、2022年11月4日には、金プリから平野市を、神宮寺勇太、岸優太の3人が、脱退を発表しました。公式サイトでは、異なる方向への進路を理由に挙げられましたが、その中には、海外で活躍する、という夢が含まれていました。 これはジャニー氏との約束でもありましたが、その夢を実現するのは難しい状況であることが明らかです。ジュリー社長の対応。金プリのメンバーたちは、自分たちの夢を実現できないまま、ジュリー社長の下での活動が難しくなっていたと語っています。ジュリー社長がメンバーたちの意見を受け入れず、時間が過ぎていく中で、不満が蓄積したようです。 特に、平野の仕様の有料会員向けブログの中での発言は、ジュリー社長からの理解が得られなかったことを示すものでした。ファンの怒りと期待。金プリのファンであるティアラたちは、ジュリー社長を、金プリ分別の黒幕、とみなしています。ファンからは、もっと早く辞めていたら金プリの道も違っていたのに、バラバラになる必要があったの といった声が上がっており、ジュリー社長の体にを望む声が強まっています。しかし、辞任が問題を解決するかどうかは不透明です。ファンたちは未来への希望を抱きつつも、心の中で悲しみを抱えています。キンプリの未来、キンプリは新しい体制に向けて前進し、メンバーも新しい道を歩み始めています。しかし、ファンにとっては、 5人の金プリの喪失が大きな痛みとして残ります。長瀬角や高橋山が5人時代の思い出を語るなど、ファンに寄り添う姿勢を見せていますが、未来には不透明な部分も多いのが現実です。結論。ジャニーズ事務所におけるジュリー社長の退任と金プリの分裂について、ファンの心情は複雑で深いものです。 ジャニー氏の過去の課題問題から始まったこの波乱の時期にファンは未来への希望とともに悲しみも抱えています。ジュリー社長の退任が問題の解決につながるかどうかはわかりませんが、キンプリのファンたちは彼らのアイドルグループの再び5人のキンプリとしての姿を願ってやみません。この記事が キンプリのファンであるあなたにとって情報と洞察を提供するものとなれば幸いです。今後の展開に注目し、キンプリの未来に対する願いを胸に、ファンたちは応援し続けることでしょう。この重要な瞬間を一緒に見守りましょう。以上、お伝えしたいことをお伝えしました。お読みいただき、ありがとうございました。